こんにちは、こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。ココアトチャンネル、ココアトラジオへようこそ。いつもの動画と違って画面はずっと万華鏡が続きます。もちろんこれから朗読する詩に合わせて少し編集をしたりとか演出したりしますけれども、基本的にはずっと万華鏡なので、どうぞ聞き流しで何か作業しながらお聞きください。ココアトチャンネルで第23回 NHK ハート展の詩を朗読する企画第4回目になります。 NHK ハート展は詩とアートを組み合わせた全国を巡回している展覧会です。今回で23回目になります。障害のある人たちが綴った詩に込められた思いを、その趣旨に賛同した各界の著名人や芸能人、アーティストやイラストレーター、漫画家がハートをモチーフにアート作品で表現しています。 NHK 福祉キャンペーン、 NHK ハートプロジェクトの一環として、障害のある人もない人も互いに理解し合い、共に生きる社会の実現を目指して開催しています。23回目を迎える今回は、全国から4084編もの詩を応募いただき、その中から50編が選ばれました。ハート展は全国どこの会場でも撮影が許可されており、アート作品も詩も SNS やブログなどで拡散されることを歓迎した展覧会であります。ということで、ココアトチャンネルでは大変恐縮ですが、50編の詩を5つずつ朗読させていただこうという企画になりました。私の朗読はとても拙くて、どこまで思いを表現できるかわかりません。間違わないようにしっかり読んでいるつもりですが、もしかしたら句読点など間違っている部分もあるかもしれませんが、心を込めて読ませていただきます。ハート展ではその方が何歳の方でどんな障害があるかも明記されていて公表されていますが、ココアトチャンネルではその辺を視聴者の皆さんに想像しながらご自分の心に問いかけていただきたい、そんな思いでお名前と出身地、そして詩を朗読させていただこうと思っています。それから詩に寄せられた思いも紹介させていただこうと思っているので、詩を書いた方々の思いを視聴者の皆さんがどうぞ想像の翼を広げて聞いていただけたらいいなって思っています。それでは早速朗読させていただきます。今回最初に紹介するのは、栃木県にお住まいの郡司直美さんの詩です。詩に寄せられた思いは、子供のようにいちごを頬張る母の姿が今でも忘れられません。一緒に行こう。おじがにわかにいちご狩りに行こうと言い出した。たまに来てくれるおじ、今亡き母が今はの際までいちごを頬張っていたのを思い出した。母も一緒にいちご狩りしてるかな。今年もまたいちご狩りに行ってきた。続いての詩は、岡山県にお住まいの笹川由紀子さんの詩です。詩に寄せられた思いは、玉ねぎは皆で小さい畑に毎日水やりをしながら育てました。毎日観察する中でこのポエムを思いつきました。一生懸命考えて作ったので、皆さん見てくれると嬉しいです。玉ねぎ。見るたびに大きくなり、丸っこいポサポサ頭のくりくり坊主で、土から少しずつ顔を出して、こんにちはって言っているような。続いては福岡県にお住まいの笹原ゆりさんの詩です。詩に寄せられた思いは、まれに健常者になった夢を見ます。目が覚めても失望よりも幸福な気持ちが体を包みます。もう少しと思いながら、その気持ちを抱きしめて夢うつつを漂います。逃避。ここにいたくなくて、心だけ外に掘り投げた。続いては
群馬県にお住まいの柴崎達也さんの詩です。詩に寄せられた思いは、僕は競馬が好きでよくテレビを見ています。 G1 優勝馬の子馬が父馬に語りかける姿を詩にしてみました。名馬になりたい。ねえお父さん、僕はお父さんになれるかな。お父さんが走った時ってどんな感じ。大きいところで勝った時を覚えてる。昔のお父さんはどれくらい強かったの。負けた時って悲しいのかな。僕はお父さんみたいに強くなれるかな。超えれるかな。僕がお父さんを。僕は名馬になりたいんだ。この夢は誰にも譲れないよ。でもね、お父さん、僕はお父さんになれるかな。続きましては、東京都にお住まいの柴原貴子さんの詩です。詩に寄せられた思いは、今までそばで見守ってくれた周囲の人たちへの感謝の気持ちと、急速に視力が低下し続ける状態にくじけそうな自分への叱咤激励の気持ちです。坂道。緩やかな坂道をまっすぐ下っていく。少しずつできていたことができなくなる。道が曲がれば壁にぶつかり、壁がなければ崖から落ちる。坂の傾斜が急なほど加速する分傷は深い。でも私には道を案内してくれる人がいる。怪我をすれば手当てをしてくれる人がいる。そろそろ平坦な道になってくれてもいいのに、みんなに助けられながら下り続ける。白杖と共に前を向いて歩こう。今回も5つの詩をご紹介しました。今回ご紹介したのは、一緒に行こう、玉ねぎ、逃避、名馬になりたい、坂道。この5つの詩をご紹介しました。詩に寄せられたコメントによったら、その方がどんな障害を持っているのかが分かるものもありますが、分からないものもあります。当事者ではない人が当事者のことを 100% 理解するのは難しいかもしれません。でも知ることで何かが変わるような気がするんです。私はいつもこんな風に考えています。知らないっていうことはとても恐ろしいことだと。人は知らないがゆえに差別的な感情になってしまうことがある生き物だと思います。私が講演でお招きいただくときには、大体セクシャルマイノリティの話題が多いんですけれども、セクシャルマイノリティのことも、障害のことも、知ることで理解が深まったり、知ることで歩み寄ったり、寄り添ったりすることってできると思うんです。現代社会は本当に情報が溢れていて、今現代社会に生きる子どもたちは、自分で考えなくても飛び込んでくるものが多いような、そんな社会だと思います。だからこそ、自分の想像力や自分の力で何かを考えたり想像することって本当に大切になってくるんじゃないかなって思います。これからもこのハート展は24回25回とずっと続いていくと思います。私も自分が絵を担当させていただくまでハート展の存在を知りませんでした。でも今回ハート展を知ったことで、たくさんの素敵な詩に出会うことができました。同じ詩を聞いても、聞いた人によって、聞いた時の状況によって、聞いた時の環境によって全然違うと思います。ハート展では印刷されたものももちろんありますが、書かれた人の直筆がそのまま展示されているものもあるんです。書かれた詩と、それに寄せられたアートを見て、ご来場者様が何を想像するのか、そんなことを想像するだけでもとても有意義だなって思います。次回も
第23回 NHK ハート展の中からまた5つ詩をご紹介させていただきます。私の拙い朗読がどこまで伝わるのかちょっと不安なところもありますが、心を込めて朗読させていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。